編集始めて、あ、お花ありがとうございます。いっぱいいっぱい編集とか文字とか打ってるはずなのに、なんか一生何タイピングって言うんですか、あの文字を打つのが早くなんなくて、もうマジ一生ってレベルなんですよ。これガチガチで、このレベル本当に本当に一生上達しないというか、文字入力がもう本当ずっとあリカトウみたいなそんぐらいのレベルで本当に打ってて、今だからいつも編集を終えるのが遅いというのが一つ理由があります。ちなみにゆきちゃんはめちゃくちゃ打つのが早いらしいです。なんか小学生の時とかパソコンいじってた人は多分早いんだけど、私あんまいじんなかったのよね。だからね、そんな得意じゃないんだよね。難しいな、大富豪難しいな。そう、めちゃ早そうじゃないですか、ゲームも好きだし、けどすごい遅いんですよ。なんかメールの文字とか打つのフリック入力はめちゃくちゃ得意なんですけど、ちょっとローマ字入力が本当に苦手で。そう、あ、確かにスマホもキーボードにすればいいのか。え、確かにやろうかな。小さい頃から家にパソコンあった、あったけどなんか難しくてあんま触んなかったんですよね。今日の夕方対戦ありがとう、都落ちさせてごめんなさい。え、思った、あのハニャってなったよ、めっちゃハニャってなった。もう一回言ったもん、ハニャだったから。やっぱアットマーク K2 推しって書いてある人は仲間だと思ってるから、なんか都落ちさせられちゃって、えみたいな。普通にとりあえず言っとこうと思ってハニャって言っといたけど、まあだからもう心は落ち着いたから大丈夫だけど、ダメよ、私は別にいいんだけど他のメンバーにはやっちゃダメだからね。都落ち、さっきマギコさんと当たってびっくりした。そうなの。私このイベント始まってからまだミオマルに1回だけ会っただけで、あと1回も会ってないです。なんでだろう、ずっと大富豪でやってるから。みんなも大富豪でやってんのかな。ちょっと待って、みんなと時間合わせを、ちょっと待ってね。家族みんなで K2推しでやってるよ。お父さん推しに一押し、嬉しい、ありがとう。うわ、編集画面出てきた、パソコン開いた、怖い怖いよ、編集画面出てきた、怖い、編集画面出てきた、怖いよ、後からやるから待ってってば、そんな焦らせないでよ。次は8分から始めようと、8分から始めます。確かにちょっと私スマホのキーボードをローマ字入力にしてみますね。頑張ります。さっきエナタに会いました。いいな、なんかエナに会えたら幸せそう。さっきサーヤとフユップに当たった。いいな、幸せじゃん、可愛いじゃん、めちゃくちゃ。そう、なんかドンちゃんがさ、私のカードからなんか逃げたんだけど、知ってる、みんなツイッター見た、なんかすごい焦ってたんだけど、うざくない、普通になんかケラケラ笑いながら私のことホーム画面にしてたくせに、なんかすんごい焦って私のカードから変えようとしてて、もうほんとやめて。5 4 3 2 1スタート。あ、ちなみに大富豪です。ちょっとこの時間はずっと大富豪でやってます。深夜3時頃にメンバーと遭遇すると大丈夫ってなる、秘密だよ、やってることはやってることは秘密だよ、私もやってるから。その時は、その深夜にやってる時は
まあちょっと大富豪じゃないのでやる時もあります。私はねちょっと夜中にこっそりやってます。なんか編集の合間とかにすごいマジいい気分転換というか、まあてか普通に楽しいだけなんですけど、よくやってますから、私のことは気にしないでください。もう成人してるいい大人なんで、深夜3時にもゲームはします。しかしそのことは絶対に絶対に外に漏らさないでください。キーボード苦手なら音声入力使えばいいのよ。でも音声入力正確に打て入るのかな、正確じゃなかったらや。今日メニーも星ですか、絶対パンツが星表示になってるけど、今日もメニーもパンツです。メニーもパンツじゃないんだけどね。今日は上下ユニクロです。全員つくんです。もう漏れてるよ。え、何の話だ、もう漏れてる。何飲んでるの。コンビニで買ったコーヒーをスタバのこの保温性の高い入れ物に入れて飲んでます。次は12分から始めます。ちょっと今大貧都落ちしちゃったんですけど、大富豪で次もやります。え、そうそう、ルーちゃんローマ字入力なんだよね。こないだ知った、すごいよね。ブラインドタッチ覚えた方が早いと思う。どうって覚えるんだろう、すごいね。だからマネージャーさんとかがさ、すごいいつももうこんなんで売ってるから、え、すごいなと思っていつも尊敬の眼差しで見てます。私はマジで本当にトゥントゥントゥンって感じです。あ、深夜にしてることが漏れてるってことね。もうみんな言わないでって、深夜にやってることは内緒だって。これもうずっと言ってるよねみんな。ダメだってそういうこと言っちゃ、私の深夜の楽しみなんだから。お尻の奇跡になりました。お、やったじゃん。お尻じゃなくてマキコさんに遭遇して大貧民に落とされました。はあ、残念それは。ちょっと難しいな。渡すカードむずい。お尻のときめき欲しい。やろうやろう、たくさんやろう。大学のレポートとか仕事でパソコン使ってるからだいぶ慣れて早くなった。あ、そっか、大学行ってる人とかはパソコンを使うからやっぱ早くなるんだ。いや、羨ましいですね。学校にしっかり通った証拠だ。ブラインドタッチゲームで覚えるんだ。でもなんか
あのパソコン買いたての頃あのやることがなくてパソコンで、だからひたすらあの回転寿司のなんか早く入力するゲームがあって、それずっとやってました、パソコンで別に何でもできるようなことをパソコンでやってました、ずっと。あ、革命された。まずいな、これはまた都落ちだ、きっと。あ、ハートだ、たくさんありがとうございます。そう、お寿司の打つやつです。レオナちゃんも強いんだ。チャットしまくれば自然と覚えるよ。マジやばい、リア充じゃん、チャットとか。マジ友達とかとやるってことですよね。昔ありましたよね、小学生ぐらいの時に。もうモバゲー違うか、ミクシーなんだっけ、なんかそういうパソコンで会うゲームみたいなのあったじゃないですか、めっちゃ流行ったやつ。なんとかゲー、なんとかゲーのやつ。今日私それもやってなかったんですよね。もう本当公園とかで現地で友達と会って遊ぶ派だったんで、なんか外とかでちゃんと、あ、でも Wii とかして遊んでたな。まあでもおしゃべりするなら公園で会っておしゃべりする派だったんで、なんかチャットとかやったことなかったわ。だから今こういう大人が出来上がってるんだよね、きっと。あ、ありがとうございます、お花ありがとうございます。見落ちさせてすいませんでした。いや、みんないちいち謝ってくれるけど優しすぎん？大丈夫だよ、大丈夫じゃないけど、大丈夫は強かった、ごめん、大丈夫は強かったけど、ちょっと大丈夫じゃないけど、そんないちいち謝ってたらほんとダメだよ。オートにしてたら反則負けしてた、最悪最悪。オートはマジで信用ならんよね。あ、やばい、勝手に始めてた、ごめんなさい、大富豪勝手に始めてました。まあいっか、みんな私なんか気にせずどんどんやろう、これは回数が大事ですもんね。そう、全然大丈夫じゃなかったです、ごめんなさい。ちょっとやっぱってはにゃってなるじゃないですか、さすがに。なるけどみんなも大事なハートだから、やっぱなんかそんな贅沢言っちゃいかんですよねっていう話。ちょっと待って、どうしたらどうしたらどうしたら、やばい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 、また革命されてんの。参った参った参った。まあ、めっちゃ汗汗って感じ、本当に。大丈夫っていう時ほど人は大丈夫じゃないんだ。うわ、いい歌詞。私ラムネの飲み方でその歌詞が一番好き。血なむけど、うわ、また都落ちしちゃった、やばい、またケツの足引っ張ってる、もう最悪、ずっと都落ちしてる、最悪。おしりんとときめきたいです、いつかときめきましょう、やってれば会えるよ。もう昼間とかもほんと暇の時ずっとやってるから、会いに来て。なにこれ、初めて見た、なんだこれ、ハス、なんだこれ、なんかすごいお花が飛んできました、ありがとうございます。ハニャは最近のブーム？なんか TikTok で流行ってるのを見て、最近の若者が使ってるって聞いたから、それでハニャを知りました。でもハニャめちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃ使い勝手いいよ、ハニャ気持ちがね紛れるから、ハニャって使った方がいい、みんなも。ちょっと私11時
11時までにブログを書かなきゃなんで、50分になったらブログ書く決めた。これさ、 K2 が勝つと何か起こるの？ K2 が勝つと、大徳さんに出れて歌唱もできるという本当に素晴らしいやつが待ってるので、ちょっと K2 みんなで頑張ってます。今よろしくお願いします。名古屋の天気は雨降ってましたよ。雨降り始めました。こちらも真剣にやっちゃって、待って、これ飲みながら編集しようって思ったのに、もうコーヒー半分しかないんだけど、まずい、それはまずい。昨日くまちゃんと対戦した時、完全に忖度の流れだったのに勝手に自爆して都落ちた。熊崎プププですね。それはプププって感じ。最近は汗汗しか言ってない。汗汗も使えますよね。明日の会議ではにゃって言ってみます。やめな、やめな、それはそれはやめな。本当にこんばんは、こんばんは。そうなの、神経痛でやる機会が全然ないので、とてもいい機会だなと思っちゃうんですけど。推しに欲しいものは、もう欲しいものなんて言い出したらキリがないよ。あ、負けちゃった。ルカ推しでした。はにゃはにゃって感じ。まあしょうがないか。私に欲しいものいっぱいあるよ。びっくりしちゃうよ、ありすぎて。今日もね、欲しいもん一個思いついたんだけどね、欲しすぎてもう忘れちゃった。もう本当に欲しいものが毎日毎日溢れ出てくる。びっくりしちゃうよ。ちょっと絵文字変えよう。コインが今めちゃくちゃ欲しい。あの特攻っていうんですか、あの一番いいカードをまだゲットできてなくて、こんなに引いてるのにちょっとまずいのでゲットしたい。なんかわかんないんですけど、あの一昨日くらいからずっと腹筋が筋肉痛で、でもなんか運動とかしてないし、ちょっと謎なんですけど、ずっと腹筋が筋肉痛。忘れてるなら欲しいものないじゃない。いや本当に欲しいの。でも本当記憶力がないからすぐ忘れちゃうの。もう今欲しいもので溢れすぎてて覚えきれなくて、でも欲しいものがあったら随時あのメモ帳に残してるんだけど、それでも忘れちゃった。今日昼間すごい欲しいなって思ったものがあったんだ。なんだっけ、何の番組を見てそう思ったんだったかな。石原さとみさんです。あ、思い出した。今日欲しいって思ったのはなんかヨギボーのなんかね、机になるけどクッションなのよっていうやつがあって、天才と思って、マジそれは天才と思って。私普段ここにこうやって寄りかかってこうやってんだけど、なんかここにこう抱きかかえながら作業したいなって時があって、それを叶えてくれるやつじゃんと思って天才って思ったんだけど。コーヒーメーカー地味に欲しい。おしゃれ。コーヒーメーカーとかあっても使わなそう、マジで。爆笑したからかな、なんだろう、マジでね、マジで覚えがない。
すっごい腹筋痛いの。何したっけかな。待って、左側だけだ。しかもさ、あばらが痛いのかこれ。怖いな。あばらもね、一回やってっからな。怖いな。気をつけよう。寝方じゃない。あ、寝方か。寝方が悪かったのかな。確かにその説ありそう。髪がサラサラになる櫛。うわ、いいね。最高ですね。考えたことなかった。あ、でももうファンの人にもらってるやつ使ってるよ。なんとかなんとかティーザーみたいな、なんとかターザーみたいなやつ。あれをお風呂上がりとかに使ってる。こないだすごい、あの、髪に塗るオイルを変えたら髪の毛がキシキシになった話をしたんですけど、その後そのオイルを本当に1回にもう10プッシュぐらい使ったら、なんか髪の毛復活しました。だから今本当1回に10プッシュ使ってる。マジ何、効率悪い、違う、なんだ、コスパ悪いわマジ。帰り薬局行くのは覚えてるけど、何か買うか忘れるやつめっちゃある、めっちゃある。わかる。もうダメだよね、メモ絶対しなきゃダメ。メモってマジ大事。たまに寝違えた時つらい。わかる。でも私あんま寝違えないんですよね。一回首痛かったなってことはあるんですけど、なんかね、二十歳ぐらいの時からね、こうね、今こうやって寝てたんだけど、前まではこうやって仰向けで寝れるようになって、それからなんかちょっと良くなりました。いろいろと腰痛とかもちょっと良くなった。仰向けで寝るのがやっぱ大事らしいですよ。なんか顔のシワとかも横で寝るとこうなっちゃうけど、前で寝ると落ちてくからいいらしいです。やっぱまっすぐ寝るのは大事らしい。一人暮らし向けのたこ焼き器は何穴がベストですか。え、わかんない。でもあんまやんないかも、一人でたこパ。たこパって言わないか、一人じゃ。いつあばらやったの。あばらは、でももう2年前とかになっちゃうのかな。なんかほんと半泣き泣きなりながらあれしてました、公演やってました。息もできないし動くと痛いしみたいな、半泣きでやってました。懐かしい。もうあばらは絶対やりたくないですね。お尻ぐらいだと3プッシュじゃない。いや、思うじゃないですか。けどマジでキシキシになったの、本当に。だから10プッシュなの。買わなきゃいけないもの思いついたらスマホにメモってる。私もやってます。めちゃくちゃだからメモ帳がパンパンです。朝起きたらすぐに足がつるのがつらい。かわいそう、かわいそうだね。金縛りになったら怖いなってビビりだから仰向けで寝れない。私金縛りにまだ会ったことがなくて、そう、平和な人間なんですよ。怖いって言いますよね、金縛り。やだな。でも疲れてる時になるって聞くよね。疲れてないのかも、働いてないからあんま疲れてないのかも。金縛りマジで会ったことない。あばらはくしゃみは咳でも行っちゃうからね。そう、その2年ぐらい前の時はなんか
めっちゃ咳、なんでだったかな、風邪ひいたのかな、わかんないけど咳をめちゃくちゃしてしまって痛めてしまってって感じだったんですけど、お尻には福岡行く前に松本人志の福岡人志見てもらいたい。何それ、面白そう、見よう。結構前にロッキーみんなにポーチ送って衣装の、見たよ、ありがとう、セーラー服のやつだよね、見ました。ミルクタイプがいいかも、そう高いやつね、高いやつ、ゆきちゃんがおすすめしてくれた高いやつ使ってた時はミルクタイプだったんだけど、オイルにしたらキシキシになっちゃいました、髪の毛。ちょっとマジ大富豪楽しすぎて無理、編集が手につかん。寝返り打たないと床ずれして体痛くなっちゃうよ。嘘、まだ若いからいけてるのかな、将来そうなってしまう、痛くなってしまうのかしら。昔めっちゃ忙しかった時金縛りになったな。やっぱ忙しい時になるんだ。じゃあ私は本当の忙しさをまだ体験してないのかもしれない。やばい、働こう働こう。あ、革命された。明日の動画の編集は終わりましたか？終わってないんですよ、マジでごめんなさい。あの本当に11時になってこの配信が終わったらもうびっくりするぐらいのスピードでやります、すいません。でも絶対明日には間に合わせます、これはもう約束。大富豪は沼だ、ほんとそれめちゃくちゃ楽しい。最近大富豪最近始めました、おしりんちおしです。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。あー鼻かゆい。K2 のベテランたちは忙しいのか、あんまり大富豪に出現しない気がします。どこまでをベテランって呼んでる、大丈夫かなベテランじゃないよね、ベテランじゃないってことだよね。編集頑張ります。昼間寝るとかかりやすいかな、昼間ずっと寝てるけど、やばい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 、終わってない終わってないよ、編集全然終わってないよ、編集終わってないし、なんなら明日新しい動画撮ろうと思ってる、プラス次出す動画が火曜日だから、土曜日は公演だから日月で作ってみたいな、ちょっとなんかやばいかも、やばいかも、ちょっと忙しいかも、なんか金縛り合いそう、忙しすぎて金縛り合いそう。金縛り合いそうだな、いやちょっと山場ですね、こっから金縛り合っちゃうかも、初金縛り来るかもしれん、これ。そうなんかやっぱちょっとみんながこんなに K2 のために頑張ってる時になんかやっぱなんか大富豪やんないのきついなと思って、普通に嫌だなと思って、だから大富豪やりたくなっちゃうの、こういうのを含めてやりたくなっちゃう。だから私がちょっと編集頑張ってる間はみんなが頑張ってお尻のポイントを、そして K2 のポイントを上げてくれたら嬉しいなって思います、お願いします。そう、香里さんなんか昨日プレイしてくれたらしいですね、もっとプレイしてください、かおりさんもっとプレイしてください、 K2 のために。
金縛り合いそうなのにこんなに嬉しそうな人初めて見た。マジで、でもなったことないからこんな余裕なんだろうね。実際会ったらビビりまくりだと思う。怖い、怖いよ。うわ待って、宮古ちそう。もうこの前の YouTube な手は使えない。ダメ？あれすごいいい案だなって、ゆきちゃん天才だなやっぱって思ったんだけど、もう使えないの？あれダメか。金縛りのせいで編集できないっていうのはどう？ありかも。動けない動けないって言って。うわ勝てました、最高。ナルピーやってくれてるかな。え確かにナルピーがやってくれてたらとても大きな戦力ですね。マジナルピーの桁だけ違いましたもんね。私一応大富豪のプレイ回数2位だったんですよ、 K2 の中で。なのに全然話題にならないぐらい、マジナルピーがダントツすぎてはずいよね、逆に2位なのが。ちょっと今回1位を目指したかったんですが、青木さんは今編集などに追われています。勝手に追われてます。あと20分ぐらいで大富豪タイムが終わってしまう。寂しい。大富豪しながら YouTube 撮れば一石二鳥。いや本当に今日やろうとして、なんか編集しながら、私編集しながら音楽聴けるタイプなんですよ。わかんない、これが珍しいことかもわかんないんですけど、だからなんかワンチャン大富豪しながらできるのかなって思って今日やってみたんですけど、なんか全然編集進まなくてびっくりしちゃいました。全然できなかったから、ちょっと大富豪しながらはできないらしい。これナルピーとサリナがいないと大富豪厳しいよね。確かにサリは頭が良いので、なんか大富豪率がめちゃくちゃ高かったんだよね確かね。私はプレイ回数2位のくせに、あの大富豪率がめちゃくちゃ低かったんですよ。めちゃはずい、めちゃはずい結果、ただの暇人。うわ参った、何出そう。うわ参ったわこりゃ。オートは、え、でもオートってなんかすごい負けさせられるイメージがあって嫌なんですよね。変なとこプライドある。あとやっぱなんかちょっと愛がないなと思って、オートはやんないようにしてるんですけど、どうなんだろうね、やった方がいいのかな。オートでも大富豪のホーム画面を、ホーム写真は何にしてる。大富豪のあのイベントで
撮ってもらったセーラー服をホーム画面にしてます。オートでやった方がいいのかな、こりゃわかんないね。ちょっとでもまだイベント始まって3日目とかですよね。4日目3日目ぐらいだからまだ何やるかわかんないし、本当に切羽詰まったらもうオート作戦ですよね。そう、なんかオートもなんかこうスタンプを勝手に押してくれる機能とかあったらいいんですけど、ないじゃん。しかもなんかパスとかもパスみたいな、すぐパスみたいなとか出すのもシュッみたいな、なんかちょっと愛ないなと思って、普通に楽しくないじゃんそれは。普通に大富豪楽しみたいもん。これでホーム画面これ本当に私こんなことある？マジだ、誰こんな学校するなよ地上波で。マジでちょっとふざけすぎてる。やっぱ本当反省対象、マジで反省対象なんだけど。さてブログでも書こうかな。え、今日の写真送ってほしいな。ちょっとマネージャーさんに言おう。え、待って、このフリック入力が今さっき話してたじゃん。フリック入力がこれからそのローマ字入力にするって考えただけで今震えた。マジこの速さで打てなくなるんでしょ、めちゃ怖いんだけど。大富豪史上一番素敵な写真だと思います。ありがとう、優しい、みんな優しい。そんなこと言ってくれるんだ、めっちゃ反省したよこれ。ほんとこれがまさかカードになると思ってなかったからめっちゃ反省したよ。結構ガチ反省したんだけど、普通にやばくね。なんかもうこれとかなんか澄ました顔してるけど頭どうしたってなるじゃん。これもマジ反省してたんだけど、でもほんとみんな優しいな、みんな優しいわこれな。誰だよ、ほんと誰だよこれ。マジ反省してたんだけどみんな優しいわ。ちょっとブログに書く内容が、待って、あれ今日3日、あれ今日キミちゃんとの3じゃないよ、あ3じゃないよじゃん、2じゃないよの放送日だった。忘れてた、ごめんなさい。みんな見たかな。ちょっとローマ字入力にしてみる。待って、めっちゃ忘れてた、ごめんなさい。本当にやばいやばいやばい、めっちゃ汗かいてきた。本当にガチの汗って感じ。待って、どうって、ちょっと分かんないな、どうやってローマ字入力にするか分かんないよまずそれが分かんないっていう。まあいいや、ゆきちゃんにやってもらいます今度。ちょっと分かんないっす、どうやってやるのか分かんない。ゆきちゃんにやってもらおうっと。ごめんなさい、そう2じゃないよね、静岡コンビだったんだ、忘れてた、ごめんなさい。やっちまったな本当に、ごめんごめん。なんかね、あのネタバレしちゃうと、キミちゃんがなんかロッキーゼップ見て、おしりんさんすごい可愛かったですって言ってくれたの。めっちゃ嬉しくない？あんな可愛い子にさ
めっちゃ可愛かったですって言われたらめっちゃ嬉しくない？普通に喜んじゃった。知って可愛かったのか。全部なぐっちゃぐちゃだったけど可愛かったって、ね、普通に喜びました。なかなか写真が届きませんね。あ、そうだ、皆さん東京リベンジャーズ見てますか？リベンジャーズ見始めようと思うんだけど、でも完結してないね。アニメ見んの結構苦手なんだよね。呪術廻戦とかも見始めたけど、なんか毎週待てなくて見てないんですけど、アニメにしてもなんか完結っていうか終わってないとなんか見れないんですよね。ありがとう、みんな可愛いって思えてくれてる、ありがとう。うわ、みんな見てるし読んでるだってすごっ。いや、まあ一番はやっぱ漫画読むのだよね。漫画読みたいな。最近ヒロアカ見始めた。おお、ヒロアカも見なきゃ。なんかね、さ、名前知っちゃった、なんだっけ、さ、あ、アメトークでちょっと前に漫画さ、アニメ、いや漫画か、漫画を紹介するやつやってたんですけど、そこでね、なんか紹介してたね、なんか有名人の人が戦う、なんて言うんだろう、わかんないの、思い出せないの、漫画のタイトルが。なんか神様同士が戦ったり、なんか有名人、歴史上の有名な人が戦うっていう漫画があるらしくて、すごいそれが面白そうで読みたいなって思ったんだけど、なんて題名か忘れちゃって、また記憶力がなくて忘れちゃって、あれ読みたいな。漫画喫茶行きたい。あ、それだ、週末のワルキューレだ。そんな感じの名前の気がする。ちょっとメモるわ。今大富豪中だったんですけど、すいません。それだ、それそれそれ、ありがとうみんな。アニメ化するんだ。見よう。あ、見れないわ。なんかちょっとそのやっぱ毎週見るっていう文化がないからちょっとあれなんだけど、でもやっぱ漫画読みたいな。漫画喫茶とか行きたい。そうそうそう、まあ東京リベンジャーズも漫画で読みたいんだよな。進撃も今ね、なんか分かんなくなっちゃって途中で、一応アニメは最新まで見たんですけど、進撃なんかもうバカなのかな、なんか分かんない、ついていけなくなっちゃって、ちょっと一巻から漫画を読もうと思って、美容院に行ってる美容院に置いてあるから、なんか毎回美容院行くときに一巻ずつ読んでるんですけど、まあ1ヶ月に1回しか行けないので、行かないので全然進まないという。でもお姉ちゃんの旦那さんが、お姉ちゃんの旦那さんの弟が進撃の巨人全巻持ってるらしくて、今度借りるって約束したんで借りようと思います。みんな見てますか？
進撃、あでも進撃完結しましたよね確か。やばい、やっぱマジでマジで読まなきゃ、早急に読まなきゃいけない漫画だ。でアニメはいつやってくれるんだろう、あれは。ちょっと待って、もう50分だけどまだ写真が来ない、やばいやばいやばい、なんとかのなんとかのフリーレンも面白いよ。何それ気になる、ちょっとメモるね。それなんて読むのか分かんないんだけどさ、ネットフリ、あネットフリックスは加入してます。進撃一巻が大事とかなんとか聞いた。そうなんだ、読み返さな。でもね、一応一巻、あ一巻持ってないか、なんか昔ファンの人にいただいてちょっと持ってます。あ転生したらスライムだった件もう聞いたことある、メモっとこう。進撃のアニメは冬に再開。あそうなんだ、冬ね。なんかゆきちゃんに勧められて進撃のアニメを途中から見始めたんだけど、なんか5月ぐらいに出るって言ってたから5月をすごい楽しみにしてたのに、なんか5月終わっても全然始まんないから、あれと思っていつ始まんだと思ってたんだけど、お写真来た、ちょっとブログを書きますね。進撃長すぎ、最後だけ読みたいでも私もめっちゃ思ってました、最後どういう終わり方するのかだけめちゃくちゃ気になって、あの最後だけ読もうか迷ったんですけど、でもアニメ見てたらマジ最後だけ読んだだけじゃ多分わかんないなっていうぐらい、ほんとなんかもうめっちゃいろんなこと入り組みすぎててマジやばかったです。ほんと
真写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 真、君ちゃんとの写真いつ撮ったかな、いつにじゃないよ撮ったんだ、どこどこだ、これだ、よしよしよし、かけましたかけました、すいません、わあリゼロね、リゼロね、リゼロね、なんか難しいって聞くよね、恋愛系のアニメとか好きかと思ってたあでも恋愛系はあのカンドラにお世話になってるので、韓国ドラマでお世話になってるので、アニメは普通にそういうなんかハラハラするやつとかグロいやつの方が好きです。そうでも普通にね、恋愛漫画もねマキコさんとかから借りてよく読んでたかな、最近はでも読まないかな、あんま。よしブログ遅れたぞ、変わり映えないメールを送りそうになったな、これはこれなんだよ、写真クローっと、こんな格好していつも写真を撮ってます よし、メール送りました、すいません、ふう、リヴァイ兵長はすごすぎる、え、もう新、え、ま、ねえ、ほんと、それな、あれはみんな好きになるわ、進撃ね、リヴァイ兵長の、え、ま、マジでかっこいい、ほんとかっこいいよね、やばいよね、でもなんか全部なんかネタバレみたいになっちゃいそうで全部言えないんだけど、あれのあのシーンのリヴァイ兵長やばいよね、やばいよねって話だよね、本当にね、マジいいよね、ちょっと本当ネタバレしてもいいなら話したいんだけど、あのシーンのあのリヴァイ兵長やばいよねっていう話をしたいんだけど、もう本当にネタバレになっちゃうから絶対しちゃダメなのよ、だけどあれマジでかっこいいよ、シュシュシュってかっこいいよねあれね、大悟すっか、ラスト1回するか、59分、あ、じゃあ23時ぴったしに大富豪1回して終わろうかなと思います、はい、最終回気になるのはコナン、え、コナンって終わることあるんですか、あれも完結すんのかな、
確かにちょっとなんかね気になりますよねあれね、いろいろ。明日も学校なのでおやすみなさい。青春じゃん。おやすみなさい。言いたい、そんなこと言いたい。明日学校だから早く寝るわって言いたい。あと1分ぐらいで、あ違うわ、うん、あと1分ぐらいか、あと1分ぐらいで23時からやります。大富豪です。Tシャツはそうです、全員つくんです。あと30秒ぐらいです。マジストレッチしないと本当にやばい。なんかずっと同じ体勢してたらなんか足短くなってそう。ソファ欲しいな。コナン完結したらルカが悲しむやん確かに。2、1、ポン。そう、体めっちゃ柔らかいんすよね。すごいよね、すごいよねとか自分で言って。お、オシリンのカード使ってる人がいるぞ。果たしてこのショールーム内にいるのか。みんなどんな感じ、みんなどんな感じなのよ。ミヤマルと対戦した。私もめちゃくちゃミヤマルと合うんですよね。わかんないぞ。落ち着け落ち着け自分。うわ変な出し方しちゃった。ちょっと待って、やばいやばいやばい。シリンと当たらない、嘘。マジめちゃくちゃやるね、みんなと当たれるように。ちょっと頑張るわ。ほんと暇な時間あったらってか、もうほんと私結構洗濯干しながらとか洗い物しながらとか、洗い物しながらが一番やばいと思うんだけど、そういうもうほんと隙間時間でやってるから、ちょっと頑張ってみんなと会えるように頑張ります。というか自分で頑張ってポイントを稼ぎたいだけなんですけど、 K2 のポイントとか自分のポイントをちょっと頑張るんで、みんなも暇な時間に K2 推しでやってください。大富豪でした、イエーイ。いい終わり方です。とても最後にふさわしい終わり方ですね。ナイスこれやっぱ気持ちよく終わりたいですよね。わかる、なんかあと1セント思ってやって都落ちしたらもう一回やろうかなってなるもんね。ちゃんと大富豪で終わりたい感ある。そう、時間経つのあっという間なの。なんかショールームやりながらあの大富豪やってると本当に時間があっという間すぎてやばい。一人でベラベラ喋ってるだけなんだけど、でもこの後もやると思う。
今からメイク落として、で髪とかくくって編集をするので、ちょっとやるかもしれない。あ、そう、 YouTube は絶対に今夜中に完成させますので、はい、大丈夫。でもその代わり、私が編集頑張ってる間はみんなが私のポイント、そして K2 のポイントを上げてください。これは約束です。頑張って。お花ありがとう。編集の息日記に大富豪をめっちゃ息抜いてるから大丈夫。ほんとめちゃくちゃ息抜いてるだとしたらからね、そんな心配はいらないんだけど、マジで。ただ打つのが遅くて、本当に編集が遅いだけなんで気にしないでください。あとメッセージは1時間に1回ぐらい変えるようにしてるので、なんかいいねしてくれたら嬉しいです。ちょっとあのコインを稼ぎたくて、いいねしてくれたら本当にありがたいです。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、よいしょ、見てくれてありがとうございました。お互いこの後も大富豪頑張りましょう。それではさようなら、おやすみなさい。